皆さんこんにちは、 NK フォトチャンネルの中村です。今回は建築写真での一日の流れと撮影の工夫についてお話しさせてください。私の場合、一つの現場で1日50カットから80カット程度を撮っています。効率よくこれらを撮るために、普段やっていることはまず東西南北を調べます。この四角い、黄色いものを建物としてください。東西南北は、今回は便宜上上を北にして東西南北ということにしてください。東西南北が分かったら、今度は太陽がどこにいるかを把握していきます。これがだいたい1日の太陽の動きになっています。まず流れとしましては、太陽が東にあるうち、午前中に東側の外回りの撮影を行っていきます。こちらがだいたい1日の撮影スケジュールの矢印になっています。今例えば9時半ごろに現場に到着したとして、1番目に撮るのは北東面から撮っていきます。北東面は一日中日が照らないので、まず北東面から撮るのがスムースだと思います。東側は日が照っているはずです。これを撮って、次に南東面を撮っていきます。こちらが南東面のカットになります。だいたい10時頃だと東にも当たり、南にも当たってくると思います。建物によってはこのまま南正面も撮れたりもします。もしくは、西に日が回ってから南を撮った方がいい場合もあるのですが、それはちょっと建物の形とかを見ながら決めていきます。これで地上撮影が終わると、今度北東、もう一回北東面の、今度はドローン撮影を行っていきます。このまま南東面もドローンで撮影していきます。ドローンでそのまま南正面ももしかしたら撮れるかもしれません。これでだいたい午前中に外回りの撮影が終わりました。外回りの撮影が終わると、今度は建物の中の撮影に入ります。建物を図面上でだいたいでいいんですが、西側のエリアと東側のエリアに分けて私は撮影をするようにしています。まず午前中に西側のエリアを撮影するようにしています。なぜ西側を先にするかというと、午前中は東側に太陽の光がいっぱい入ってきて、なかなか撮影しづらい光なので、西側のエリアはまだ太陽の光が届いていないところが多いので、とても落ち着いた光になっていて、綺麗に仕上げることができます。参考に、西側の部屋を午前中に取り残していたために、影が長すぎてあまり好きな光の写真ではありません。午前中に西側のエリアを終わらせると、今度は日が回っていると思いますので、だいたい2時頃とかからまた外の撮影に入りたいと思います。今度は南西面の撮影です。南側の光と西側におそらく日が回っているので、こちらの撮影です。南西面はだいたい2時頃とか3時とかになります。南西面を撮ったら、その流れで北西面も撮れると思います。地上の撮影が終わると、今度はもう一度ドローンを飛ばして、南西面のドローンと北西面のドローンを押さえておきます。これでお昼の外観がすべて終わったことになります。2時ぐらいに撮影を終えたら、今度は内部の東側のエリアを重点的に撮影していきます。内部の東側のエリアを撮影しながら、今度は夕景撮影のことも頭に入れながら撮影していきます。例えば本日の日の入りが17時17分だったので、建物全体の
電気をつけて回る時間を逆算しながら撮影していきます。例えば仮にこの黄色い建物が小学校だとした場合、だいたい電気をつけるのに1時間ぐらいはかかると思います。ですので、夜景撮影のために4時までには東の内部を、東エリアの内部を取り終えておきたい状況です。4時頃から今度は建物の中の電気をつけて回ります。今回夜景、夕景撮影を撮りたいのはこちらの南東面と南面と南西面の3カットを撮っていきます。夕景撮影のベストタイミングは日の入りから20分から30分ぐらいがとても綺麗に撮れる時間になっています。ですのでこの南東面、南面、南西面を20分から30分の間でこうバーッと移動しながらはどん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 撮影していく流れになります。以上がだいたい建築写真の一日の流れとなっています。ただ撮影するタイミングが建物の完成の前後なので、まだ完成していない部屋があったり、やり直しをしている部屋があったりと、現場はまだまだバタバタしている状態です。今回は自分の理想で撮影する流れで喋ったんですが、この通りにこうスムースに進む現場はなかなかありません。現場の方とコミュニケーションを取りながら仕事を進めています。ですので西日が差し込む部屋が最後に残ったりとか、東側の外観にトラックが止まっていて取れないとか、結構さまざまなトラブルというか、いろんなことが起きて、それをなんとかこうコミュニケーションを取りながら終わらせていくというのが実際の仕事になっています。いかがだったでしょうか。これが建築写真の大体の一日の流れとなっています。最後まで見てくださってありがとうございます。また次の動画で会えましたら嬉しいです。それではまた。